クリームパンみたいなテストよね。ほら、クリームパンみたいなテストになった。あ、こっち、いた。あ。ほら、これとかあるじゃん。クリームパンみたいなテストになった。こうしてる。ほら。そして、普通に僕です。あ、ちょっと出るね。でも、ここら辺とかもクリームパンだ、こう。おぉ、終わる？終わらない？まだ。終わらせて。天地を変える準備してるから。リンクでも、大学行ったらさ、バレーやるかもしれないんでしょ。ジャンプトレーニングした方がいいからね。身長あっても、やっぱ海外の人の方が高いじゃん、平均が。で、身長あるのは得だけど、やっぱちっちゃくても飛ぶ人いるから、バレー。うちはあんまいないんだよね、高く飛ぶ人が。だけど、こんなもんじゃないもんね、飛ぶやつらってね。うん。トシキもあいつ、だいぶ丁寧に飛んでるか、飛んでるし、スタイル的にあんまりね、ガツガツ飛ぶタイプじゃないからさ、本当の高さでやると、だいぶ世界が違くなっちゃうから、もう飛べなくなっちゃう。ジャンプトレーニングをして、すいません。ジャンプトレーニング、空中姿勢、バレーって空中で何かするじゃん。空中で引きつけて打つっていう動作までしなきゃいけないから。思ったね。ジャンプが高ければ高いだけやることって増えるし、空中でバラバラしないようにすれば、こうやってコース打ちとかもできるし、ってなるから、トレーニングが素敵になる。なんだろうね、どうだろうね。打ち方、フォームはね。出す。良くない力で。押し付けて、こう回す。壁打ちをやっていい。そうだね。こういうやつとか、こういう練習。カードかな。